高等軍事研究員は戦略及び作戦術レベルの軍事学を教育するアメリカ陸軍の大学院である。カンザス州法とレブンワースに所在するアメリカ陸軍式幕僚大学を構成する4つの学校機関のうちの1つである。高等軍事研究員には高等軍事研究課程と高等戦略リーダーシップ研究課程の2つの課程がある。 学生数は少ないが、その構成は多様で、米国の各軍、政府機関及び同盟軍からの上級幹部が学生となる。卒業生には、軍事術及び軍事学の修士が授与される。軍事評論家のロバート・ H ・スケールは、高等軍事研究員の教育を非常に厳格であると評している。卒業生は、通称、ジェダイの騎士として知られている。 高等軍事研究員は、平時、対立時及び戦時において、複雑で多義的な問題に対して戦略及び、作戦術レベルの視点で、批判的思考ができ、機敏で適応力のあるリーダーを育成する。多くの上級軍事指揮官が、地球規模の予測不可能な作戦において、高等軍事研究員の卒業生の貢献を認めている。1983年半ば、 当初、高等軍事研究員は13名の学生で始まった。研究員の卒業生を増やすように要請があったため、1990年代に陸軍は研究員の規模を拡大し、2010年には120名以上の学生が卒業するようになった。研究員は開校以来、米陸軍に20世紀末及び21世紀初頭の主要な戦役の計画作成者を輩出してきた。 従来、米陸軍の軍事教育には、式幕僚大学が焦点とする戦術と、戦争大学が焦点とする大戦略及び国家安全保障政策との間に、隔たりがあった。高等軍事研究員の教育課程はその隔たりを解消するために設計された。1981年、ハバマズで茶師大佐は、諸職士共同センター長県式幕僚大学校長、 ウィリアム・アル・リチャード・ソン・中将に対して選抜された将校に対して2年間の軍事教育を行う必要性を納得させた。最終承認が下りた後、ワズ・デ・チャジは研究員の設立計画を支援し、1983年半ばに研究員は開校した。教育課程の目的について、陸軍指導部と教育課程作成者の間には相違点があったものの、 両者とも、履修者に対して、戦争の理論と実践のための広く深い軍事教育を修学させることで一致した。1983年6月、フォートレブンワースのベルホールの地下フロアで、米陸軍将校13名第1期生に対し、最初の授業が行われた。当初、施設と日程調整上の問題があり、最初の1年は、卒業生が、 陸軍に受け入れられるかどうか、卒業生がどのようにして力を発揮するのかということに不確実性があった。1984年に第一期生が卒業したとき、高等軍事研究員はすでに商工団の知的ルネッサンスの象徴となっていた。1985年、研究委員長が初代委員長、ワズデチャシュ大佐からリチャード仙イヒ大佐に引き継がれたとき、 研究員はすでに結果を出し始めており、米陸軍と式幕僚大学は高等軍事研究員を有用な試みとみなしていた。1987年には優秀な将校の入校が増加し、他の軍師も学生を研究員に入校させることに興味を持ち始めていた。研究員の人気と評判は高まり、同盟国からも留学生が入校した。さらに、国防総省。 国務省、アメリカ合衆国国際開発庁等の他の省庁からも学生が入校した。初代委員長、和ずで茶師対策高等軍事研究員の卒業生は1989年12月のパナマ侵攻で最初の活躍を見せた。計画作成の中心となった卒業生7名は、精緻な戦闘予行を作り上げ、一撃で50個目標を同時に打撃するような、 複雑な計画を守備よく実行した。第10代研究委員長ケビン・ベンソン大佐は、陸軍と高等軍事研究員は戦闘の試練に直面したが、高度な教育を受けた、卒業生は見事にその試験に合格した。と述べた。パナマ進行の後、陸軍指導部は研究員に新たな任務を与えた。1990年代初頭、陸軍指導部は研究員に対して、 陸軍のドクトリンの策定を支援するように求めた。1990年から1993年、トーマス・ E ・ミッチェル中将、ジェームズ・マクドナー大佐及び高等軍事研究員の構成員はチームを組み、陸軍のドクトリン共犯100から5、作戦を改定した。サムズの最初の庁舎、ベルホール。ガイシーズ・ワン中将は、ベルリンの壁崩壊とワルシャー条約機構の解散後の、 ヨーロッパにおいて高等軍事研究員の卒業生は不可欠であったと記している。卒業生は数十年かけて作られた全般防衛計画をほぼ一晩で再設計することが期待された。スワンはこれは高等軍事研究員にとっても最初の大規模なシーンの試練であったと述べている。湾岸戦争時、卒業生はノーマン・シュワルツコフ大将に採用され、 有名な左フックの作戦を策定して有名となった。高等軍事研究員の卒業生は当初の計画を超える役割を果たし、1991年2月までに82名の卒業生がこの戦役の様々な任務に従事した。この結果、陸軍指導部は高等軍事研究員を素晴らしい計画作成者の源であるとみなした。 砂漠の嵐作戦の成功の要因は、第1に、ノーマン・シュワルツコフ大将、第2に、航空戦、第3に、シュワルツコフ大将の計画をまとめた高等軍事、研究員の卒業生にある。ウィリアムソン・マレー、軍事史教授オハイオ州立、大学、1991年湾岸戦争の後、陸軍は平和維持活動や平和強化活動のような、 戦争以外の軍事作戦に奮闘した。研究員とその卒業生はボスニア、ハイチ及びソマリアの状況を調査した。さらに卒業生は文民機関への防衛協力任務に参加した。研究員の教育過程は1990年代に変化を続けた。1994年10月、グレゴリー・フォント・ナット大佐が委員長の時に研究員は ポートレブンワーズのフリントホールからアイゼンハワーホールへ移設された。1994年末に研究員の指導部はゼミ方式の授業と文民の教授の数を増加させた。21世紀に入って軍は高等軍事研究員に大きな役割を付与し続けた。高等軍事研究員出身の計画作成者は対テロ戦争において重要な役割を演じた。 2002年初めアメリカ中央軍は高等軍事研究員とその関係機関出身の計画作成者を求めた。アメリカ空軍は高等軍事研究員とよく似た高等航空宇宙研究員を設立した。アメリカ海兵隊も同様に高等戦闘学校を設立した。高等軍事研究員の2002年と2003年の木の学生は イラク戦争及び戦後占領計画の作成に参加した。1994年から2011年までの間の庁舎、アイゼンハワーホール。2005年から2006年、研究員は変化発展し続け、教授陣も増員された。さらに、特別研究員の教育課程が高等軍事、研究課程から分離した。高等軍事研究員出身の計画作成者に、 対して増加する要求に応えるために、陸軍訓練競技コマンドの司令官は、陸軍参謀総長の承認のもと、研究員の拡大を指示した。2007年の冬、第11代委員長、スティーブ・バナック大佐は改定した、教育課程を開始した。これにより、高等軍事研究員は、前方展開司令部を支援でき、不足事態にも対処できる卒業生を輩出した。 2011年8月30日、研究員は改装された、ミワホールに移設された。私は、師団司令部内の高等軍事研究員出身者は、頼りになる人物であることに気づいた。マーク・ヘリング中将、1988年高等、軍事研究員卒業生。高等軍事研究員の卒業生は、1984年から2009年の間、 米軍のすべての戦役に従事してきた。卒業生は批判的思考を行えることで知られている。卒業生は世界中の戦闘部隊指揮官から求められている。2010年、旅団長、ショー・マクファーランドは述べる危機の中、大統領はいつも空母はどこだと尋ねる。陸軍指導部は高等軍事研究員の卒業生ははどこだと尋ねる。 空母が海戦のゲームチェンジャーであるように、高等軍事研究員の卒業生と作戦術の実行者は陸戦のゲームチェンジャーであり続けている。研究員は陸軍上級指導部に賞賛されている。デビッド・ホック中将は高等軍事研究員には複雑なアイデアを理解し、一貫性のある計画を策定できる熟達した計画作成者を輩出するという評判がある。 2010年、陸軍の副参謀総長ピーター・ W ・ー・キアレッリは、高等軍事研究員は21世紀の戦略軍事計画を作り直す努力の最前線にあったと述べた。ミュアホール2014年現在、高等軍事研究員の教育施設は、かつて旧社であったミュアホールとフリントホールに入居している。高等軍事研究課程は主にミュアホールで教えられ、 そのゼミナールはフリントホールで行われている。両方の庁舎は2011年に改装され、教場は教官1名と学生16から18名を収容する。ミワホールの改装費用は約1220万ドルで、そのうち学生がコンピューター上で共同作業を行えるための情報システムの導入に約300万ドルが費やされた。その情報システムは 今日、軍隊で一般的に見られるものである。サムズの教室での活動、2010年11月。研究員に入校するためには審査、面接及び監督者評価が必要となる。入校志願者は、式爆領大学または、他軍種の同等の中等教育を修了していなければ、ならない。高等軍事研究員の学生のほとんどは、戦闘職種。 戦闘支援職種及び広報支援職種の左官である。しかしながら、1987年、アメリカ空軍から3名の将校が入校し、1988年には、アメリカ海軍及びアメリカ海兵隊の将校も入校した。2007年から、米国政府機関も学生を入校させ始めた。国務省、連邦捜査局、 アメリカ合衆国国際開発庁が学生を入校させている。さらに2010年、順位が初めて入校した。同盟軍も学生を留学させている。1999年にノルウェー及びカナダの留学生が卒業したのを皮切りにアルジェリア、オーストラリア、コロンビア、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、ヨルダン、マケドニア、オランダ、パキスタン、 ルーマニア、韓国、ブラジル、スペイン、イギリスの留学生が入校している。ほとんどの学生は高等軍事研究課程に所属する。2009年、研究員は8つのセミナーを開講した。高等軍事研究課程は学生に軍事の理論と実践について教育することを狙いとし、作戦術を焦点として軍事的問題解決を含む様々な主題を取り上げる。 具体的には、軍事の学説と歴史、軍事ドクトリン、作戦計画の作成、戦闘動態、作戦の理論と実践、現代の軍事作戦及び国家権力の適用についてである。さらに、授業と演習を通じて、学生は研究論文を書き上げ、高等試験に合格しなければならない。卒業生は、師団、軍団または、 各種司令部幕僚もしくは様々な領域に配属される。上級指揮官は戦争の作戦次元、統合作戦及び進化する現代の作戦環境に適応する優秀な幕僚として高等軍事研究課程の卒業生を求めている。アメリカ陸軍式幕僚大学高等戦略リーダーシップ。 研究家庭高等戦略リーダーシップ研究家庭は16名の将校に対して上級指揮官になるための戦略レベルの責務を教育する寄宿制の家庭である。学生は上級の中佐と大佐で構成され、陸軍のほかに海軍、沿岸警備隊及び政府機関のもので構成される。さらにイギリス、カナダ、ドイツの留学生も受け入れている。 軍人の学生のほとんどは大隊長修了者である。教授陣は4名の文民教授と1名の軍人教授からなり、文民教授のうちの1人が教育課程長となる。卒業生は戦略研究、軍事教育等級、愛及び統合専門軍事教育にの修士号を授与される。さらに、米軍の学生には高等軍事研究員スキル認定証 6S が授与される。 1984年、本家庭は、レベルは同じだが別の教育家庭のために、戦争大学によって選ばれた中佐を転用することによって始まった。当初の名称は、高等作戦研究院制度であった。高等作戦研究院制度家庭は、高等軍事研究家庭を修了し、高等軍事研究家庭の教官職に年名を務めた学生で構成されていた。 1995年、家庭の名称は、高等作戦術研究院制度に変更された。21世紀初頭、高等作戦術研究院制度の教育科目は、さらに戦略レベルと近づいた。2013年、教育科目は、訓練競技コマンドの方針との整合が取られ、統合専門軍事教育にの準備を行うように、修正された。 また、それに伴い名称も高等戦略リーダーシップ、研究課程に変更された。本課程は、戦争の戦略及び政策レベルを焦点とし、学生に対して戦略レベルの指揮官への任命を準備させることを目的とする。学期は5月末から6月末までの間に始まる。本課程の教育課程は、平時、危機及び戦争間の統合作戦から、 陸上作戦までの範囲における複雑で多面的な戦意戦略レベルを対象とする。教育課目には戦略、地域研究、統合作戦、戦略的リーダーシップ及び21世紀の紛争が含まれる。学生はさらに適切なテーマで1万から1.2万字の出版可能なレベルの研究論文を執筆する。本課程は 幅広い郊外研究カメがあり、統合組織、省庁、政府、多国籍企業の上級役員と会う事業が行われる。郊外研究には、首都圏、ヨーロッパ、アジア太平洋の機関並びに、アメリカ大陸内の戦闘指機関と対話を行い、様々な軍、民の政府機関を訪問する。米陸軍、米海兵隊、カナダ軍及びドイツ軍の6名の将校が2年間、 高等軍事研究課程のセミナー長を務める。軍人教授のメンバーとして、一名の、米陸軍将校が高等戦略リーダーシップ、研究課程の教授となる。卒業生は一般に、指揮官職か中はたまたは、大将の幕僚として勤務する。研究員の教育課程を作成するためには図で茶師を、支援した二人の将校とは、ハルウィントン中佐とダグラス・ジョンソン中佐であった。 研究員のスタッフで、もう一人の重要人物は、キャンディス・ハム夫人であった。彼女は1988年以来研究員に、勤め、研究員のグランドマザーと呼ばれていた。ありがとうございます。